藤谷郎です。えー、今日は1980年代に活躍された男性アイドル、えー、このお兄ちゃんかっこいいなと思ってたんですけども今もね時々表に出てこられるんですけど今の方がさらにかっこいいという、えー、さらにという言い方もおかしいかもしれませんがめったにそういうことはないのでまあ今もかっこいいですよ。 今、埼玉かなんかで、えー、お花作りをしてらっしゃるというふうに聞いていますが、えー、1980年代は、まあ、非常に男っぷりのいいアイドルでした。えー、竹本隆之さんの一曲、約束はいらないをめぐってお話をしたいと思います。えー、約束はいらないというのは、1982年の7月の曲だそうです。えー、三浦よし子さん、網倉和也さん、そして、 エヴァンゲリオンですよ。佐ギツシロさん。えー、この3人、この人が編曲にいると、その後のね、彼の活躍から見ると、独特の感覚がありますよね。<laughs> えっと、この曲は、あの、確か、あの、竹本さん、サンミュージックという大手のプロダクションで、えー、だいぶ一時期押されてた方で、 いいろんなドラマで主役をやっていて、確かそのドラマの主題歌だったんじゃないかなと思うんですけども、えー、その主題歌で出だしが「北風に」っていうところから始まるのでこの季節にいつも私は思い出すんですが、えー、ひょっとしたらですよ今これはただ記憶だけで喋っているんですがこの当時多分あの渡辺徹さんの「約束」という曲が あの彼がねグッドスリムだった時代に「約束」という曲がビッグヒットを放ってて、えー、それに対して別に当てつけるわけじゃないだろうけど一つ約束をせずに2人友達だったり恋人だったりという未来に約束なんかしないで進んでいこうって言ってる歌なんですけども、えー、結構メロディーとしても激しくて、えー、激しいというかあの竹本さんの声に合った。 強めのメロディーラインでスピードがあって結構好きな曲です。えー「北風に」っていうところから始まるので、えー、先ほど見ましたが私はいつも思い出すんですが、えー、この当時の竹本隆之さんはあ、まあ、彼にとっての代表作「とっておきの君、えー」その次が「だから青春」「約束はいらない」と、まあ、テレビ付いてテレビのドラマの主題歌等で、えー、どん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 前に出てた時代ですね。えー、非常に えー、どの曲もあのプロの曲作りをする人がアイドルである男の子にこういう歌を歌ってみたらどうだろうというところで、えー、真面目にこう作ってみてる感じがしてどれも好感を持てるんですが確か「約束はいらないは」はジャケットがピンク色のジャケットで、えー、竹本さん横になってるか肘をついた姿勢かなんかだったように思うんですが。 あの時の竹本さんの、えー、かっこいい悩みを超えて二人友達でも恋人でもあの決めつけないで、えー、自由に生きてまっすぐに二人で支え合って進んでいこうという内容がこの冬の季節には一番染みるなと思って久しぶりに思い出してみた次第です、えー、今日は竹本孝之さんの隠れた名曲というか 名曲までは言い過ぎかな。でもね、えー、いい曲だと思うんですやっぱり10代の男の子が歌うには。えー、隠れた歌曲、歌曲、えー、約束はいらないを思い出してみました。それでは失礼します。